さて時刻は10時10分になるところです。代わってこの時間は今日の金先物情報をお伝えいたします。朝10時に大阪取引所が発表した金の先物指数は35円安11,626円で、これは 0.3% の下落にあたります。日産証券名古屋支店長小林武さんに今週も伺います。小林さん、おはようございます。おはようございます。よろしくどうぞ。はい、お願いします。今朝の金の動向どういう感じでしょうか。はい、本日の OSC 中心前月の6月期の金価格は為替が147円20銭前後と、昨日よりは円安に少し触れ、10時現在では12,626円と、前日比35円安となり、小幅下げて推移しています。また昨晩のニューヨークの金価格については12月期で1トルオンス2479ドル70セントの前日比28ドル10セント安で、6営業日ぶりに反落して終えました。7月のアメリカの消費者物価指数が前年比 2.9% の上昇で、伸びは前月の 3% より、緩やかに減速したことから、アメリカの FRB の利下げが見込まれている、0.5% の利下げ幅の見方が後退したことで、ドル高に反応し、金は利上げで下落した、しました。注目材料は本日の小売売上高や、新規、失業保険申請件数の発表とか、明日の住宅着工件数やミシガン大学の消費者信頼指数など、アメリカの経済指標に注目が集まり、これらの指標により、FRB の利下げの期待値によって変動すると思われますが、その他、中東の地政学的なリスクも、イランが近くイスラエルへの攻撃に踏み切るとの見方も強く、今後中東情勢も見極めたいところです。予想レンジは2450ドルから2550ドルと、最高値の更新を目指して推移するものと考えています。そんな中、国内の金価格に対してはチャートを見ると、7月の高値から8月の安値まで、下げ幅が1875円でしたが、下げ幅の半値戻りの水準だと、937円戻りで11,741円となりますが、昨日11,764円まで上昇したことで、一旦は利食い売りやポジションの調整も考えられますが、予想レンジは一応11,500円から12,000円と判断して、お盆明けの来週からは取引参加者も増えていくことで、ここは押し目買いとして判断したいと思っております。以上、本日の金価格の動向をお伝えしました。はい、小林さん、どうもありがとうございました。日産証券名古屋支店長小林武さんのお話でした。以上、今日の金先物情報でした。日経平均株価は185円59銭高、36,629円31銭です。